いやー、ヌメルゴン一匹しか、一人しかいないんだけど、どうするこれ。いやー、これは絶対絶命。やべえぞこれ。なんだ、うわー、またよくわかんない力出してるし、なんだその黒いオーラ。翡翠地方によくない、俺が止めるしかねえ。うおー、まあでも半分ぐらいか。いやー、これ、あ、でも先手取る、いやー、先手取るけど、これはどうしよう。さあどうする。水の、うわ、でも水の波必ず命中か。水の波動必ず命中するけれどもって感じだな。あー、道具を使うか。守りの外役で守り上げる。いやー、でもそれ、そんなことしてもな。いや、これ先手取れんだから、もうさ、もうこの、いや、この、いや、力ざむりか。流星群2発いけるんじゃないか。いや、突破できるんじゃない、これ。いや、当たればだが、当たればだが、これが当たればだが、当たればだが、俺攻め力下がるんだよな、これ。ちょっときついか、これ。どれぐらい削れるんだろうか。ちょっと微妙か。相手の防御力もわからんしな。これはちょっとリスキーだな。まず攻め力上げるか。攻め力を上げて、流星群のために攻め力を上げて、攻め力を上げた、あれ、もう一発一点突破で、攻め力を爆裂に上げた流星群叩き込む。それでいく？やっちゃう、それで。いっちゃうか。いけるか、それで。ヌメルゴン。いける？やれる？これ。いや、でもこれきついな。これきついな。これはきついぞ。これはきつい。ここはまずい。いや、ここまで体勢叩くと、攻めの力を使って、これ大切な叩きます。まずはシャドウダイブ。 OK、 どこかに2ターン攻撃できるところは来るはず。ここで来るのか、こういう風に来るのね。あ、これでいいんじゃないか。これで早技流星群を当てて、力技流星群でいけるんじゃないか。当たってくれ、頼む。よし、 OK。 やろ、どれぐらい減るんだ。いけるということは、こうだ、こうだ、あた、頼むぞ、頼むぞ、ヌメルゴン信じるぞ、いけー、力の流星群だ。おーい、それないぜー。いやー、これきちい、外れろ。おー、やった、なんか生き残ったけど、流星群使えなくっす。これまずい、怖い、なんか生き残ったけど、どうしよう、これまずいな。生き残ったか、どうする。やばい、技ポイント回復するなんか持ってたっけ俺。痛え、竜、怖い、かっけ、どうしよう。え、守りの矢使う、いや、守りの矢使ったところでって話だな、これ。え、ちょっと待って、アイアンヘッドは、アイアンヘッド、いや、でもアイアンヘッド、水の波動、何か早技で取れないか。早技で先手を取れるまで待つか。それしかないか。いやー、これきついな。ヌメルゴン耐えてもらおう、耐えてもらおう。相手が違う行動してくるまで耐えよう。いやー、シャドウダイブ使ってくるな。もう煙幕マジうっとしいな。これやだな、煙幕本当に。水の波動、ああ、取れる、先手が取れる、ここで先手が取れる。でもアイアンヘッド当たるかな。いや、当たんなそうだな、これ。水の波動、早技水の波動どれぐらい減るんだろう。ちょっとやってみていい？もう ミクロレベルの減り方なのかなね。いや、どうだろう。まあ、いや、アイアンヘッド早技、ハイドロポンプ早技が当たんねえだろ。アイアンヘッド早技だろ、これは。うん、歯が知れてる水の波動なんて。当てろよ。あれ、当たらん、もう煙幕最悪だな、これ。うおっ、あぶねー、回復の薬だ、やべえ。これヌメルゴン結構防御力高いから、それで助かってる部分あるな。波動弾で、うお、やべえ、煙幕溶けたぞ、煙幕、溶けた煙幕、これいけるんじゃないか。アイアンヘッドで、アイアンヘッド、最後は鉄の頭で割る、そんな感じ。アイアンヘッドで、それでいけるか。
いや悩もう、ちょっと待って、いやいけるんじゃないかな、それでどうだろう、どうだろうか、いけるんじゃない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 か、それはそれはいけるんじゃないか、いけるんじゃないかな、行こう行こう、これでいい、これでいい、当たる、絶対当たるもん、煙幕解けるし、よし行け、アイアンズだ、オッケー、当たる当たる、どれくらい削れる、どれくらい削れる、頼む頼む頼む、ちょっと削って、どれくらい削れるか、ミクロ、非常にミクロ、これは力技無理だ、力技無理なので、ここはもう回復に専念だろう、いや守りの早く使っても、いやここは回復だろう、いや守りの早く使うか、守りの早く使えば耐えられる、多少は多少は耐えられる、いや技ポイント回復とかね、あればいいんだけどな、まあでも早技アイアンヘッドはいいですよね、うん、まあこれでこんな感じで傷つけばいいんじゃないか、回復の薬、いやすごい傷口を使おう、相手力早技力が来られてもなんとか耐えてくれると俺は信じるぞ、今のヌメルゴンなら、来た早技、やばいコンボ、大丈夫、力耐えろよ耐えろよ耐えろよ、耐えてくれよ、よしアイアンヘッド、アイアンヘッド、これでアイアンヘッド、アイアンヘッド、早技アイアンヘッド当てて、ちょい減らしして、よしこれはいけるんじゃないか、力技で削れるんじゃないか、削ってくれ頼むよ、これ削れるだろ、いけるいけるぞ、いけるいけるいける、頼むぞ頼むぞ、削ってくれよ、相手強えなやっぱり、よし行くぜ、よしいけいけ、当てろ、よし、あそれ当たる当たるけど、よしいけいけ、もう弱くな、よっしゃー、よーし、なに、ちょっと待ってちょっと待って、どういうこと、おお、どういうこと、うおお、なに、いやそれはちょっと、いやそれは無理、いや、うおお、それは無理だ、マジか、そんなマジかそれは聞いてね、そんなマジっすか、いやそれきついな、あいつ笑ってね、ちょっと、うーわ、口開けて笑ってる、もう何それ、いやーこれきついな、これきついな、うん、原油戦力でどうにかなるのかな、なんとかギラティナの弱点ついていけば少しレベリングすればいける感じするな、うん、マジか、まさかあの先があるとはな、真の力手って感じやな、 OK、 ちょっと修行、多少の修行してくるかね、うん、リベンジマッチの前に髪型を変えていきたいと思います。前やると言っていたこの二つ結いで、二つ結いプラス、色変えるか、黒、おー白、いやでも金でいいかな、いや金、栗色、やはり金か、青、青にする、いや青ちょっと合わねえな、うん、甘、あー甘色いいんじゃない、甘色いいな、うん、あ甘色でいこう、オッケー、よし新規一点、もうこれまでの私じゃなくなったと、次こそ入塩で勝つ、服装どうしようかな、服装もあれかな、調査隊の服装にしようかな、ここお最後の最後で調査隊の服装いいですね、ここでお着替えできたかな、確かできた気がするんだけど、あ、キアリあったあったあった、調査隊の服装にしようぜ、調査隊の服装は、あ、これこれ、あ、T シャツこれそうか、初期のやつか、 T シャツは、まあ、調査隊いいでしょ、あー、いいね、これでいこう、みんなレベルを均一にしていこうぜ、丸前にもこれ2個使っちゃう、そんなに上がらんね、 XL はアロマさん1個使うか、あー、そこそこ上がらな、あとは、9個をまんべんなくて感じ、丸前に3つ使って、オッケーオッケー、でミミロップちゃんにも3つ使って、アラマサに2つ使って、ランパードも1個使う、これでいいんじゃない、やった、不思議な目取っててよかった、やったね、いい
これでいきましょう。で、クラフトでね、これ作りました。今更俺クラフトのレシピを買ったわ。マルチアップとか。攻めの丸薬とかの。なんで、マルチアップが5個とか、こんな感じで、補助武器もあるんで、クリティカッターまで作っちゃったよ。これでいきますよ。よし。今度の俺は一味違うぞ。うん。もう目が座ってる。瞳孔が散大してるぞ。よし。いやーしかしギラティナが2段階とは思わなかったですね。ちょっときつかったなあれは。あれは予想外だったわ。もうすごい喜んじゃったのにね。いや返してって感じだよな、喜びをね。絶望に変わったわ。よし、近鉄戦士ボロさんやらせてもらいますよ。ミミロプちゃん行くしかねえ。よし行こう。さあ頑張ろう。まあ、あ、いいんじゃないこれ。これだったら、これだったらもうインファイト2発いけ。あ、でも、マッハパンチ、マッハパンチ3発で。あ、もうインファイト2発。いや、マッハパンチを、マッハパンチを入れて、いや、ダブアタ、いや、でもマッハパンチを入れて、元気の塊を磨き出して、またインファイト行けばいいんじゃないこれ。それでいいんじゃないかな。マッハパンチでどれぐらい削れるかだな。早技マッハパンチいくか。次また早技入れたらもう一回回ってくんじゃない。早技の応酬だ。あ、来た来た、ほら。くる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 。マッハパンチ来るな。これまた早技マッハパンチで。うん。まさに力を使った代償を払わせようというかのように。おっしゃ。いいね。これはいいですよ。オッケーオッケーオッケー、マッハパンチコンボ素晴らしい。いけはっ、よしオッケー、ナイス。オッケー、これでいけるな。これで元気の塊使う。元気の塊を使って、やはりマグノムな、エスパータイプちょっと必要っちゃ必要なんだよな。まだ丸マインよ。丸マイン1回やらせて、で、ここだな。ここで、あ、オッケー、ナイス。いや、素晴らしい、このマッハパン。マッハパンチすげえな。素晴らしい。捨てないでよかった。これだ。これで落としたらいいよ、儲けも。よっしゃ。いい！素晴らしい。あとはガブリアスだけだ。ナイス、ミミモちゃん。よし、ドラゴンクロー。耐えて。ナイス。よく耐えた。これは、マッハパンチ。あ、いけるな、マッハパンチ。ダブルアタックでインファイト行くか。ダブルアタックして力でインファイトで突っ込んでいけば、あと手持ちが3匹いるので、なんとかいけるかな。ヌメルゴンに突破してもらってって感じ？かねえ。そんな感じかな。でもここでさ、でもここきついよな。ここはきつい。こうガブリアスにターンが回っちゃうのがきついな。どう、何を使ってくるかだよな。まあ、マッハパンチ、早技マッハパンチをまた打ってみる。それはいいんじゃないかな。早技マッハパンチとインファイトで、まあ、ダブルアタックしてインファイトと同じような結果になれば。あ、ドレインキスもありだな。あ、抜群じゃん。すげえ。あ、抜群、抜群じゃない、ドレインキッス。いいじゃん。これはいいですよ。じゃあ、マッハパンチまず当てて、ドレインキッスで集中しようぜ。いいよ、これ。減らないけど。これ、ドレインキッスで。早技じゃなくて、力技。力技でいくか。いや、まあ、普通のドレインキッスでいいんじゃないかな、これ。でもマッハパンチ、ほんと早いな。半端ない速さだ、マッハパンチ。さすがの速さ。また早技使おう。減らせるだけ減らそう。オッケー。いいよ。これでダメになったけど、これで、でもこれドリンキス行こう。うん。オッケー。耐えた。結構ガクした。オッケー。ドラゴンクロー、耐えろ。よし、オッケー。これはいける。これはいけんじゃないか。これはもう力技ドレインキスすれば OK なんじゃないですか。おーし、これじゃ、これいけるな。これいける。力技ドレインキスだ。うん。行こう。落とせる、ガブリアスを。やったー、まさか中で落とせるとは。
宙で踊り落ちるなんて。やったー、いろんな技を。おーいおい、ナイスナイスナイス、やったね。かつてないほど万全の状態で。いやいや、もうあなたは前座ですから、あなたの背後にうごめくギラティナを俺は目指してるんだ。レベルも上がったぜ。さあ来い。よしよし、まあ、さすがに第2形態までで終わりだよね、うん、そのデスタムーアみたいな第3形態があるとは思えないので。さあ来ましたよ、ギラティナが。どうやって見つけたんだろうね、ゴロさんはギラティナを。その探求心をもうちょっと翡翠のために使えばね、結果も違ったものを。あの、そうしちゃうと俺がこの世界に落ちてくる必要もなかったか。ボロさんの強大な好奇心が俺を招いたとも言えるかもしれんな。さあいざ勝負、手持ちは4匹いるぞ、いけるぜ。え、ま、あ、丸マインなんだ丸マインなんだ。 OK、俺より先手取れるポケモンなんて存在しねえ。先手は俺だ、ギラティナ。悪いな。さあ、行きましょう。おい、自爆効果なしなの、マジか。結構だ、ゴーストタイプか、相手。てか、俺全然、あの、今一つばっかりなんだね。これはどうしようかな。俺もちょっと煙幕に身を包む。相手が煙幕技やってくるんなら、俺、横当たらの効率変えますよ。うん。OK。よし。よし。なに？オッケー、まあ、耐える耐える、オッケーオッケー、耐えれるな、全然耐えれる。よしよしよし、まひってくれれば儲けもんよ。まあ10万ボルトはどうでしょう、これは。オッケー、削れ削れ削れ、どんどん削るんだ。うわ、全然減らねえ。よーし、まひった、まひりましたよ、これでまひった。まひったので、もうどうしようね。スパークする、スパークするかあれだ。あ、これはあのー、丸まいんな。そんなでもないんだよな。結構ダメージソースがないから丸まいんに。なのでまあなるべく次のギラティナのターンをしのいだらちょっとあのお役ごめんって感じかな。ここでスパーク、いや早技スパーク打っとこう、念のため。相手が紛って動けなくなってくるそれはそれで。本当にちょっとしか減らねえな。よしよし、マヒしてる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 、よし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 。ボロさんも使わないだろ、回復の薬はまだ。なので、ここでポケモン変えよう。技どうなる、技は。特に何を出してもって感じ。ここでポケモン変えます。ポケモンを、おお、いい、ランパルトもいけるか。あ、ミミロップちゃんも相変わらず素晴らしいわ。もうフェアリータイプだよね。お、これはいいメンバーを俺は残しといた。アラマサとアグノムに安心してちょっと休んどいてもらって。よし、じゃあまずは悪には悪ですか。噛み砕きでいって、マッハパンチ効果なしだから、やっぱ相手はゴーストかね。流星群は最後奥の手ですね、完全にね。ランパルト行こうぜ、ランパルト。オッケー。で、普通に噛み砕いて相手の体力を減らそう。早技噛み砕く、いや、アイアンヘッド、いや、早技噛みつく。まあこれよりはまあ早技の方がいいかな。早技で減らそう。相手守りの力を下げることもある。行こう。ボロが回復薬を使う、どっかで使いそうなんだよな。よし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 、いいよ。あ、取れた、久しぶりは取れたけど、ここはまずいな。ここは普通に噛みつく。いや、噛みつく。噛み砕くって結構あれなんだな。素早さ下がるんだな。普通にここは噛みつくか。噛みつくでいこうか。いや、それよりも、マルチアップを使うか。マルチアップを使って、ランパルドに。オッケー。弱点技疲れるかな、これ。頼むぞ。来た、やっぱり早さ来た。耐えろ。
うお、いてぇ、いやこれはきつい、うお、頑張るな、くっさー、マジか、いやこれは、いやどうする、ヌメルゴン、うわー、やっぱ減らしてよかった、やっぱもう使いどころが難しいですね。やっぱヌメルゴン行くしかねえな、ここは。まず真の姿を引っ張り出そう、相手の。オッケー、ヌメルゴン先手取れるぞ。水の波動は全然効果ないんだよな。アイアンヘッドやってドラゴンダイブ、ドラゴンダイブ流星群、アイアンヘッドからの流星群、力技アイアンヘッドからの流星群かな。力技アイアンヘッドだな、力技アイアンヘッドからの流星群いいんじゃないかな。力技で全然いけるな。うん、これで、普通の流星群。早技でもいいな。どれぐらい減る？あ、結構いる、結構いるじゃん。あ、急所の当たった。よし。ナイス。早技流星群。あ、当たるかな？当たんない気がするな。だったら 100% のこれでいきますよ。OK。よし！まず第一形態突破。もう少しだ。さあ、来るぞ。気負った。そういえばギラティナって、俺の知ってるギラティナってどっちかというとこっちだったわ、うん、浮いてたわ。シャドウダイブ来たな。よし、オッケー、いいよ。よし、オッケー。でもう流星群、いやー、アイアンヘッド、悩ましいですよ、悩ましいな。いやー、当たらない気がするなー。当たるか当たんないかだなー。こっち微妙だなー。やっぱシャドウダイブが痛すぎるよなー。この早技を使って、なんとか、うーん、いやー、これ難しいなー。いやもう力で流星群ぶっ放すか。でもそうなるとギラティのターン2回回るんだよな。早技アイアンヘッド当てる、まず当てたら考えるか。当てた、 OKOK、 まあ多少減るな、うん。あとは流星群が、力技流星群、早技流星群、いや、まあ、普通の流星群かな、これは。うーん、相手の技がな、そうだな、これが当たるのを祈るしかないな。当たってくるよ。うわー、もうマジ煙幕ってなんなの。耐えてヌメルゴン、よく耐えた、よく耐えた、よう耐えた、よう耐えたよ、よう耐えた、よく耐えてくれた。そうだな、まあまあアイアンヘッドだろう。かうわ、もうくっさ、全然当たらない、煙幕が鬱陶しすぎる。ちょっと待って、これはまずい。丸マインを出してちょっとターンを稼ぐ。でその隙にヌメルゴンをもう一回、いや待って、ここはやはりランパルドか、ランパルドかな、ランパルド攻撃特化だけど、威力が80なんだよな。どっちを引き返せるからな。ヌメルゴンか、ヌメルゴン、やはり流星群の威力が高すぎる。やはり引き返せるのはヌメルゴンかな。丸前を出してその間にヌメルゴンを2元気の塊を使う。 OK で、あ、 OKOK、 元気の塊使える、塊を丸前に使って、丸前じゃない、ヌメルゴンに使って OK、 丸前に耐えてくれよ。よし、 OKオッケー、もう自爆と同じだな、これ構造的に。でランパルドも回復だ。オッケー、いいぞ、いけるぜ。よし、よーし、よしよしよし、丸前なんて、もうお前の行動すごすぎ、すごい。これはもうアラマサも引き返せよ、アラマサも引き返せる、全員引き返る。よし、
さあ、まるまる相手をまひらしてやろうぜ。ね。これはもう、やっぱスパイス上げててよかった、まるまる。これはまあ、普通のスパークでいいかね。今一つなんだよな。今一つなだけに。待って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 。その前、じゃ、だったら、じゃあ、だったら、ちょっと合わせすぎな、俺。だったら、だったらまだアグノムとか光らせた方がいいかな。全員光らせるか、これ。うん。これでいいんじゃないか。オッケー。ちゃんとあの子にもらった元気の塊を使い果たしたな、ここで。オッケー。なんと、おお、なんと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 、煙幕溶けた、溶けたぞ、煙幕が。ついに溶けたぞ。シャドウダイブ、シャドウダイブってさ、でもあれか、ゴースト技だからあれかな、ノーマルの耳力ちゃん出せば当たらないんじゃない。いやでもそれ別技飛んでくるな多分。まあここは丸前に頑張ってもらおうかね。もうスパーク、早技スパークで巻きに待ちじゃないこれ。それから10万ボルト、まあ10万ボルトだろ、巻きれ、よし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 、オッケー、よし、よく頑張った、よう頑張った、お前のおかげでみんな元気になったよ。これはどうしよう、ミミロップちゃん引くか。ミミロップちゃん、ミミロップちゃんであれば、ちょっと待って、やっぱゴースト効かないよね。ノーマルタイプにゴースト技効かないよね。ノーマルタイプにゴースト技効かないよね。ちょっと待って、待って、ちょ待ち、ゴースト、いやノーマルには効かなかったはず、ポケモン図鑑を見てます今。やっぱゴースト効かない、ゴースト技効かない。いやでもシャドウなんとかって、いやあれゴースト技だな絶対な。じゃあミミロプちゃん行こう、相手を円盤に入れるな。よし、こいつも宙で落とせ、イラティナシの宙で落ちるぞ。ミミロップちゃんはもう色違いだしね、もうキスイで一番美人ポケモンだから。オッケー、相手が煙幕に煙幕技を使えない以上はもう行くしかねえ。ここはもういいんじゃない、ドリンキスで、いいと思うよこれ、ドリンキス、オッケー、いける、よし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 、オッケー、煙幕にさえ入らなきゃドラムクロス、波動なんかまずい、それは効くか大丈夫大丈夫、ミミロちゃんよく頑張った、よう頑張った、相手に動かせなかった、よし、これで決めるぜ、これで。やはり最後レベル5お前だ、翡翠の民の全員の怒りを流星群に乗せるんだ。これで削れるぞ、削り切れるはずだ。いや待って、まずはアイアン、あでもアイアンヘッドでちょっと頭をぶつけてからもいいけど、あめっちゃギラティナ焦ってる、あーやだやられるやられるみたいな焦ってるぞギラティナ、あのギラティナが焦ってる。ウォロさんもさぞ腕組みしちゃった、もうこれは負けを悟ったかな。よしアイアンヘッドだ、確実に減らして流星群だ、よしオッケー、翡翠の民のね全ての思いを乗せる、そしてアルセウスに届けこの思い、いけ、よし、よーく頑張った、みんなよく頑張った。あ戻った、こんなことやっつけた、ほんとモンスターボール投げる、あでもモンスターボール、あでも一応ウォロさんのポケモンだから投げちゃいけない、そうだよ、ビシャーン、あ、消えた、逃げれた、なんと不甲斐のない、お前がアルセンスに挑むというか力を貸し合ったというのに、時間空間の神を土地狂わす創造主を引きずり出すために、時空の裂け目を開けるきっかけを作ってやったというのに、そうだよな、そうか、あ、そうかそうか、あ、じゃああれか、ギラティナが時空の裂け目を作ったのか、アルセンスを心あらば教えてくれ、古代神王寺の中宿、私の何がダメだというのか、そもそもこの世界を想像し直す必要などないのか、このような時に私は好奇心を満たさねばならない。塩さん、あなたには夢があるのか、え、夢、いや、これ分からないって答えでどうなるんだろう。さすがに、え、そんな人に私はってなっちゃうのかな。